マメキュン。ピギーとシランプリ養成。ピギーはおいしいお菓子を食べながら家に帰るところでした。もう全部食べちゃった。この袋はどうしよう。お菓子がなくなると袋だけが残ってしまいました。周りを見回しても。 おうちにもってかえろうかな迷っていたピギーはもう一度注意深くまわりを見ましただれもいないこっそり捨てても気づかれないよね悪いこととわかっていてもピギーは空になったふくろを道に捨てましたただいままあピギー また歩きながらお菓子を食べたのね。え、お母さんどうしてわかったの口の周りにお菓子がいっぱいついているわ。歩きながら食べてはいけないって言ったでしょそうだ。お菓子の袋はちゃんとゴミ箱に捨てたんでしょうね。えーっと。ピギーは答えられませんでした。叱られるのが怖かったからです。 ピギー、知らんぷり妖精って知っている知らんぷり妖精そう。誰も見ていないからって、自分勝手なことをする子が大好きな妖精なの。この妖精と仲良くなったら、約束や決まりを知らないうちに破ってしまうの。そうなったら、怖いことが起きるのよ。怖いこと嘘だー。 あらあら、本当よ。でもね、知らんぷり妖精が現れても、耳を貸さなければいいの。誰も見ていなくても、約束や決まりを守っていれば、知らんぷり妖精は消えてしまうわ。へへへ、そんなの、お母さんの作り話でしょピギーは、お母さんの話をちゃんと聞かず、眠りにつきました。 大変だ。遅刻する。次の日、寝坊してしまったピギーは、急いで家を出ました。少しぐらい遅れても大丈夫だよ。知らない声に驚いたピギーは、あたりを見回しました。すると、黒い顔をした、小さな妖精が現れました。誰なの子供たちを助ける妖精だよ。 君一人くらい遅れても大丈夫。ほ、本当そうだよ。僕を信じて。僕さえ知らんぷりをしていたら誰も気づかないんだから。君が道にゴミを捨てたこともね。あ、ありがとう。妖精はピギーの頭の上に気づかれないようそっと光る粉をかけました。ピギーは随分遅れて学校に着き、 シーンとした廊下を見て、ドキッとしました。もう授業が始まっている。どうしよう。廊下を走ったらいけないけど。誰もいないじゃない。誰かが来る前に走っていけばいいさ。誰も見ていないんだから、決まりなんて構うものか。そうだよね。ピギーは靴も脱がずに、 バタバタと廊下を走って教室に入りました。廊下に足跡がつきましたが、誰も見ていないので、ピギーのものだとはわかりません。学校が終わると、ピギーはいい気分でした。一日中何度も決まりを破ったのに、誰も気づかなかったからです。ピギーは鼻歌を歌いながら、横断歩道の前で止まりました。 うーん、赤信号。車が来ないのに、どうして信号を守っているの大丈夫だから渡りなよ。そうね、どうせ誰も見ていないんだし。ピギーは横断歩道を渡り始めました。すると、頭の上で光る粉が、くるくるとだんだん早く回り始めました。 ピギーが横断歩道を渡ると大変なことが起こりました。プップーっとクラクションの音が鳴りやみません。みんなが信号を守らないせいであちこちで事故が起きたからです。救急車も出てきて道路はめちゃくちゃになりました。一体何が起こったのするとピギーの目の前に現れた 小さな妖精が言いました。知らんぷりしたらいいよ。大丈夫さ。そ、そうだよね。妖精の言う通り、引き返そうとしたピギーは、もっと驚きました。ひどい匂い。このゴミは、一体どこから来たのよ。知らんぷりしたらいいんだよ。こんなにひどいのに。 知らんぷりしろって知らんぷりその時、ピギーはお母さんの話を思い出しました。そんな、まさか、あなたが知らんぷり妖精なのそうさ、君がしたことを僕が知らんぷりしてあげたように、君もみんなの間違いを知らんぷりすればいいんだ。そうすれば、君も楽でしょその時、 ピギーの目の前にお菓子の袋が一つふわーっと飛んできました。ピギーは自分が妖精を呼んでしまったことにようやく気がつきました。私のせいじゃないわ。お菓子の袋をたった一回捨てただけだもの。そうさ、みんなが一回だけって思っているだけなのさ。<laughs> え 知らんぷり妖精、もうあなたの言うことは聞かないよ。なんだってそれからのピギーは自分一人ならいいかと思わないようにしました。誰も見ていなかったとしても、ひばりを守りました。怒った妖精はピギーを追いかけ回しました。なんで 僕の話に耳をかさないのさ。ほっといて。もう妖精の言うことなんか聞かない。私のせいで町がめちゃくちゃになってしまったじゃない。お願いだから、ここにはもう来ないで。ピギーが大声をあげると、妖精は顔が赤くなったり、青くなったりして、ポンという音と一緒に消えてしまいました。 すると、ピギーの頭の上でぐるぐる回っていた粉もスーッと消え、めちゃくちゃだった街も元に戻りました。ピギーはもう二度と知らんぷり妖精と仲良くならず、約束や決まりは守ろうと心に決めました。